はい、では今回も不等式の証明。A の絶対値が1より小さくて、 B の絶対値も1より小さくて、 C の絶対値も1より小さいとき、次の不等式が成り立つことを証明せよ。で、何度も言いますけど、A の絶対値小なり1とか読まないんですよ。それは日本語の語順じゃないので、 A の絶対値は1より小さいと、で、頭の中で瞬時に理解できるようにしてください。逆に A の絶対値が1より小さいと日本語の文章で聞いたら、記号的には A の絶対値小なり1って書くんですよ。で、まあ見るからに怖い問題ですよね。何が怖いかっていうと、基本的にこの講義では一問一問やることにしてるのに、カッコ1とカッコ2があらかじめ並べて書いてあると。で実際に問題として出題されるなんかペーパーテストとかで出てくるときには、カッコ1カッコ2が初めから見えてるということの方が多いと思いますが、でこういう場合っていうのは基本的にはカッコ2が本番です。本番ってどういうことかというと、まあいろいろあるんですけど、カッコ1を使ってカッコ2を解いたりとか、カッコ1がカッコ2の何らかのヒントになっていたりとか、簡単な場合になっていたりとかするわけですが、の本音はこっちです。本音はこっちをやらせたいんです、出題者は。なんですが、のいきなりこれをやると難しすぎて死んじゃうというような場合にカッコ1を設けることがある。こういうののことを誘導問題と言いますけど、でこれが本当に誘導問題なのかということなんですが、まあ誘導問題と分かってるから同時に紹介したんですが、でなんか試験でこういう問題目標にするときは、カッコ1だけ解きほぐす で部分点を稼ぐというのは最後の手段です。最後の手段というのは、当日本番だけは1点でも多く稼ぎたいからやるの仕方ないんですが、本当はこっちが解けないとあんまりいい点はもらえないですよと。何しろ出題者はこっちを解いてほしいわけです。ね、まあ、もちろんカッコ1カッコ2カッコ3とあったら本番は大体カッコ3です。ただカッコ3カッコ4ぐらいまでになってくると、後ろの方が難しすぎて誰も解けなくて、結果的にここら辺までで、あ、カッコ2ぐらいまでで答え、なんか勝負がついてしまうということもあるわけですけども、まあそういうわけでカッコ2を目指すんですが、誘導問題と信じて先にカッコ1を解きます。でここに書いといてるのは、後でこの結果使うから置いとかないとわけが分かんなくなっちゃうからね。不等式の証明なので、いつもの通り左辺引く右辺が正であることを示す。で、以下これを示します。そうしますと、左辺イコール、あ、これの左辺ですよ。じゃあなんかこういうのを慣れるように、まあアスタリスクの左辺と書いておきましょうか。この式は、この不等式をアスタリスクとすると、不等式アスタリスクの左辺っていうのはこれですから、AB 足す1引く A 足す B ですが、これバラしておくと AB 引くにしようかな、引く A 引く B 足す1ですが、これが1毎回ちょっと絶対値出てくるの怖いからセリフをつけて書いておきますが、これが実は1引くA かける1引く B とかけます。で、これを通常慣れてる人は A 引く1かける B 引く1って書きますが、ここではあえてマイナス1倍しました。で、ちなみにこれ、まあ当たり前の人は当たり前だと思いますが、1引く A かける1引く B っていうのは A 引く1かける B 引く1と同じです。それは2つの項を同時にマイナス1倍してるから、マイナス1の2乗が出てきて、それが結局消えるからです。なのでもちろんこう書いてもいいんですが、こう書いたことには意味があって、それはなぜかというと A の絶対値と B の絶対値がともに1より小さいから。なのでこれ丁寧に書いておきますと、 A の絶対値が1より小さくて B の絶対値が1より小さいので、1引く A は正です、かつ1引く B も正です。なので正の数と正の数をかけても正になってます。で、これをA 引く1かける B 引く1ってここでまとめてしまうと、これ中身負になるので、負の数かける負の数が正の数という議論をしなきゃなんなくなって、で、これはこれで別にちゃんと論理分かってて使いこなせる人はいいんですが、2個ごとに逆転するというので、例えばここは 3つの掛け算からなるような式だと相当面倒なことになるわけです。ですから初めから全部正に持ってった方が筋はいいというか、先が見えてることが分かって採点者の心象もまあ良いと。で、あと間違える恐れも少ない。で、すなわち
と この左辺がゼロであるからのこのアスタリスクが示されたことになります。で、このアスタリスクが示されたらもうなんか示せた、あのこれの示すべき式と同値変形してるからこれで終わりでいいんですが、あの示されたのはこれだってことですね。と A の絶対値と B の絶対値が1より小さいという条件のもとで AB たす1は A たす B より大きいですよということカッコ1が示されましたということです。カッコ1の証明です。でカッコ2はカッコ1の結果を使うんですが、ここで分かってる人はちょっとしたヒントでできるんですよ。あの結論から言ってしまうと、結論というか、まあ、この時点でもヒントですけど、あの ABC を AB×C とみなしてカッコ1を使う。これで分かった人はこのままやってほしいですが、 AB×C と、まあ、考えてカッコ1の結果を使う。要するに、あの、ここでの A と B の代わりに AB と C を持ってくるというような話なんですが、数学が強い人の、数学に強い人を除いて、これ記号的に混乱するので、これをちょっと書き直しておきます。で、1の結果より、あ、括弧1の結果より、一般にというほどの数学的意味はないんですが、あの X との絶対値と Y の絶対値が1より小さければ、 X×Y 足す1は X 足す Y より大きいです。何を当たり前なこと言ってるのかと思うかもしれませんが、全く同じなんですが、記号を書き換えておいたんです。で、ここで X と Y のところの記号が A と B のバージョンがカッコ1です。で、カッコ2では何かというと、だからこれをカッコ1で証明した、だからこれ記号を変えただけだから、この証明は当然カッコ1で終わってますよ。で、それは当たり前なんですが、これ、カッコ2の証明ですね。ここで、どうしようかな。X として A×B と置いて Y として C と置くと、そうすると A の絶対値が1より小さくて B の絶対値がもう1より小さいので、 A×B の絶対値は A の絶対値 ×B の絶対値ですから1より小さい。で、また条件よりC の絶対値も1と仮定で与えられてますから、これどうしようかな、これをアスタリスク2個ってしておきましょうかね。で、あのこの結果 に X イコール AB と Y イコール C を突っ込むと、この式より AB×C 足す1がAB 足す C ということが言えます。で、カッコ1の結果を使うっていうのはこういうことです。で、これはこの式を見てみると、カッコ1の式を見てみると A と B のところに AB と C を代入したということになっていて、これが当たり前だと思える人はいいんですが、あのそうでもない人というか、多分多くの人がA に AB を代入して B に C を代入するという話で、記号が同じだから混乱するんですよね。というか、なんかコンピューターとかにやらせても混乱する気がしますが、あ、コンピューターだとなんかうまくするとできるのもあるかな。こういうところでつまずいてしまうと非常に良くないので、あえて無駄に記号を置き換えておきました。論理的には大した意味ないです。で、当たり前だと思う人はこのヒント一発でできてくれていいです。で、これでも証明にはなってないのであって、で、ここで不等式の証明で典型的なヒントですが、左辺と右辺のどっちかは作りたいわけですよ。で、最終的にはこれとこれを持ってこなきゃいけないので、
で、今、これのどっちが何に近いかというと、これ AB×C ですけど、ABC って書いていいわけですから、あの、サインこっちの方が近いわけですよね。で、じゃあ、これと、同値な変形をするとどうすればいいかっていうと、ABC 足す1、足す1してしまえばこれに一致しますよね。これ左辺に一致する。で、不等式を保つためにはどうすればいいかっていうと、AB 足す C にも1を足してやるわけですよね。つまり、すなわちとかつまりとか、しつこいですけど、これを整理すると、ABC 足す2が AB 足す C 足す1であると。で、ちなみにこのすなわちとかつまりとか書いてありますけど、全部同値変形ですよ。これとこれは同値で、これとこれも同値です。そして、ここで、示したい不等式の左辺が得られたわけです。ということは、不等式の証明の一般的な技術ですけども、本当にできるかどうかともかくとして、あとは、ここで出てきた不等式の右辺が、示したい不等式の右辺より大きいことができればドッキングして、これがこれより大きいことが示せるわけです。で、それを狙いに行きますけど、AB 足す C 足す1が A 足す B より大きいということを示すためには、足す C は共通ですから、AB 足す1が A 足す B で、より大きいことが言えればいいわけですが、これ、実はすでに言えてますよね。言えてるんですが、これをちゃんと言います。と、ここで、さらに、と、再びとか書かなくていいかな。括弧1より、括弧1の結果を使って、AB 足す1が A 足す B より大きいから、これは記号的に同じなんでそのまま使っちゃいますけど、これをもう一回使ってっていうのでもいいわけです。ら、なんか3つ目書くの嫌だからシャープとかにしときましょうかね。とシャープの右辺は、右辺というのは、AB 足す C 足す1ですが、これが、A 足す B 足す C なわけです。ちょっとこれ、項の順番が嫌だから、AB 足す C 足す1を AB 足す1足す C としておきましょうか。で、そうすると、どうなってるかというと、これとこれを比較しているわけです。で、この両辺に同じものを足してるっていう。同じものの C を足しても不等号の向きは変わりませんねと、そういう話をしています。で、シャープ、フラット B に見えてやる、シャープ2つにしとくから。で、このシャープ1個とシャープ2個の式を組み合わせることにより、これ式番号で書いた方が多分いいと思うんですけど、なんか最初あったリスクでやっちゃったからこんなことになりました。と、ABC 足す2は AB 足す C 足す1より大きくて、 AB 足す C 足す1は A 足す B 足す C より大きいので、ABC 足す2が A 足す B 足す C より大きいが示されました。証明終了です。で、この問題でも不等式の証明の典型的な方法はいくつも使いましたけれども、ポイントは括弧2は括弧1の結果を使わないといけないということ。使わない方法はちょっとあるのか分かりませんが、で、後半の方では同じ記号を使ってるけど、前半の方で記号がややこしいので、ちょっとそこのところだけを丁寧にというか、数学それほど得意でない人にも見やすくしておきました。